ホライモリは、両性質な、優美目、ホライモリかホライモリ属に分類されるユオ類。原生種では本種のみでホライモリ属を構成する。ヨーロッパで見られる、凍血性の生物として、唯一の脊椎動物である。アホロートルのように養鶏成熟することが特徴で、生涯にわたって、外エラを持ち水から出ることはない。 ディナル・アルプス山脈のカルストホラーナの固有種で、スロベニアから、イタリアのトリエステに流れる、ソカ川流域から、クロアチア南西部、ボスニアヘルセゴビナに分布する。ホラーナへの適応として、目は発達しないが、聴覚、嗅覚や電気、機械受容器などは、非常に鋭敏である。前肢、子の指は、通常の両生類より少ない。 体色が白く白人の肌に似ていることから、スロベニアでは、ニンの魚を意味するスロベニア語、クローブスカ・リビカ、またはクロアチア語、コンベジ・キュリビカと呼ばれる。英語では、オルム・プロテウス・ケーブ・サラマンダー・ホワイト、サラマンダーとも呼ばれる。スロベニアでは、湿り気に潜るものを意味する、モシュラルという名もある。 本種に関する最初の言及は1689年のヤネス・バイカルとバルバソルの著作に遡る。本種をドラゴンの妖態であるとする民間伝承もあり、ドラゴンズ・ベビーとの呼び名もある。クロアチアの天然記念物であり、本種を日本で唯一見られるのは愛・地球博での展示を寄贈された愛知県壁南市にある壁南海浜水族館だけである。 フランスの生物学者、ガストン・ボニエによる、イラスト全長20から30センチメートル。全長30センチメートル以上に達することは稀だが、アシュ、PA パーケリとされた個体は、全長40センチメートル以上に達することもある。胴体は円筒型で、尾は側平たする。体は、薄い皮膚に覆われ、わずかなリボフラビン色素によって、紅白色から、 ピンク色に着色する。体側面に入るシワは左右に25から27本ずつ。体色は通常は白いが、灰色や黄色、ピンクがかる個体もいる。名所で飼育された個体は色素ができるため、体色が青灰色になる。色素沈着した個体は、口述のようにアシュ PA パーケリとして記載されたこともある。光の下では、 腹部の内臓器官が透けて見える。体色が白人の皮膚に似ていることから、いくつかの言語では、人の魚を意味する名で呼ばれる。妖精も着色していることがある。頭部はようなしで、短く立て平たした糞を持つ。口の開口部は小さく、歯は微小で、古い状となり、水中の大きな粒子をこし取る。鼻孔は判別できないほど小さく。 分担の側方に位置する。目は、退縮しており、皮膚の層に覆われる。呼吸は、頭部後方にある、二つの分岐した房からなる、外エラで行われる。外エラは酸素に富む血液が、皮膚越しに見えるため、赤色である。簡易な肺も持つが、その呼吸機能は、補助的なものに過ぎない。目は、皮下に渦漏れる。外エラは、サーモンピンク。 全肢の指は3本、の後肢の跡は2本。オスの総排節口の隆起は、メスよりも大型で細長い。凍結性動物は、無効環境に生息するため、他の適応とともに、視覚によらない、感覚系を発達させることが求められる。本種も地下水に生息するため、他の両生類よりも、視覚以外の感覚を発達させている。本種は、生体でも、 陽性の形態を維持しているために頭部が大きく、多数の感覚受容器を持つことが可能となっている。目は退化しているが、光への感受性は残っている。幼体は、通常の目を持つが、すぐに成長が停止して退縮し始め、4ヶ月後には、最終的に萎縮する。消化体にも、退縮してはいるが光を感じる細胞があり、目と同様に、視覚色素を保持している。 消化体は、生理学的プロセスの制御にもある程度関わっている。行動学的実験によって、皮膚自体にも光を感じる能力があることが示されている。外皮の光感受性は特殊化した細胞にある光、受容体によるもので、予備的な免疫細胞科学的解析によっても、この結果は裏付けられている。頭部前方には鋭敏な科学、機械、 電気受容器が存在する。水中の非常に低濃度の有機化合物を検出でき、質、量の両面において他の両生類より獲物の匂いを検出する能力が高い。鼻孔の内面とヤコブソン器官を裏打ちする球状比は他の両生類より厚くなっている。口内の粘膜上皮には未来があり、ほとんどは下の上あとエラ質の入り口に集まっている。 絶常面の未来は餌を味わい、エラ質の未来は水中の化学物質を感じ取る役割があると考えられる。内耳の感覚上皮は非常に特殊化しており、水中の音波を地面の振動と同様に聞き取ることができる。感覚細胞の複雑な機能、形態的配置によって音源の方向を特定することもできる。幼かたち成熟するため本種が 空気中の音を聞く機会は少ないと考えられる。行動学的研究からは感度の良い周波数は10から 15000Hz と測定されている。側線は近傍の水の動きを検出し、特に低周波領域で内需の機能を補っている。本種の頭部からは光と電状に反応する新しいタイプの感覚器官が発見されており、 アンプルイオルガンと呼ばれている。他の規定的な脊椎動物でも見られることがあるが、本種は弱い現状を検出できる。また、いくつかの行動学的研究からは、地磁気や人工的な磁場に体を沿わせる行動をとることも示された。異なった地下水系に生息する個体群は、体格部のサイズ、色、顕微鏡的特徴がかなり異なっている。 かつての研究者はこれを種レベルのサイト考えて本種を五種に分割していたが近年ではこれらの特徴は栄養状態、疾病や他の要因によって同一個体群内でも大きく変化することが分かっておりこの五種はすべて同一の種とみなされている頭部の長さは個体群間で最も変動が大きく例えばスロベニア、スティクナの個体群は トルジッチやイストリア半島の個体群に比べて頭部が短い。パーケリア種。頭部が短く、目が発達することが特徴である。チュルノメリ近郊、ジェルサバニックでの水質、提出調査。パーケリア種の行動は、赤外線カメラによって撮影される。プロテウス・アングイネス・パーケリス・スケット・アンド・アーントズン、1994は、唯一認められているア種で。 スロベニア、チュルノメリに近い100平方キロメートルより狭い領域に固有である。この種は1986年、ベラクライナー地方のドブリシスカーストスプリングを探索していたスロベニアンカーストリサーチインスティチュートのメンバーにより発見された。この種はいくつかの特徴によって元種と区別される。これらの特徴はパーケリア種が 地下水系に移行した時期が遅く、非凍結性の特徴を残していることを示唆している。体をくねらせて、蛇のように泳ぐ。下記の水温9摂氏10度、冬季の水温5摂氏6度の小乳道内の水中や地下にある水たまりなどに生息する。卵の孵化には140日、生成熟にはその後14年かかる。陽性はおよそ4ヶ月で、 ほぼ生体と同じ外見となるが、成長は水温の影響を強く受ける。歴史的には本種は体性だと考えられていたこともあったが、メスの体内には魚類や卵性の両生類と同様の卵脳を分泌する線が存在する。また、水温が低い時には溶体を生むとされていたこともあるが、厳格な観察から本種は完全な卵性であると。 結論付けられている。12から70個の卵を石の下に産む。卵の直径は約12ミリメートルで、卵は岩の間に置かれ、メスに守られる。孵化した妖精は2センチメートル程度で、1ヶ月ほどは消化管細胞に蓄えた卵黄によって成長する。本種などのシンホラーナ性両生類は、その維持性によって特徴付けられる。本種は、 体細胞の成熟を遅らせ、生殖細胞の成熟を早めることで変態を行わず、陽性の特徴を残した陽形成熟と呼ばれる状態にある。他の両生類では、変態は、甲状腺から分泌されるチロキシ神によって制御される。本種の甲状腺は正常に発達して機能しており、変態が行われないのは、組織がチロキシンに応答しないことによる。 頭部は長く、外エラを持つ。遊泳は体をくねらせることによって行い、死死は補助的に用いられるのみである。肉食性で、小さなカニや、巻貝、稀に昆虫を食べる。餌を噛むことはできないため、丸飲みする。地下環境への適応として、長期間の飢餓に耐えることができる。また、一度に、大量の餌を食べることもでき、余剰の栄養は肝臓に、 脂質やグリコーゲンの形で沈着する。餌が少ない時には代謝と活動レベルを落とし、深刻な場合には自身の組織を再吸収することもできる。実験的には餌なしで10年間生存した例がある。群居性であり、石の下や割れ目などに集合する。繁殖可能なオスは例外で縄張りを持つ。地下環境では、 餌が少ないため直接の戦いはコストが高く、通常、誘導子の争いはディスプレイのみで行われる。繁殖行動は飼育下でのみ観察されている。繁殖可能なオスは、相配泄口が膨らみ、体色が明るくなり、尾の側面に線が出現し、尾のヒレが屈曲する。メスには、このような変化は見られない。オスは、 メスが存在しない場合でも繁殖行動を始め、他のオスを縄張りから追い払い、メスを引き寄せるフェロモンを分泌する。メスが近づくと、オスはその周りを回り、尾で水を送る。その後、オスは糞を、メスの体に触れ、メスは糞を、オスの相配接口に触れる。その後、オスは体を震わせながら、前方に進み、メスはそれに続く。 オスは製法を放出し、メスは相配節口に製法を付着させて全身を止める。精子は相配節口からメスの体内に入り受精する。この行動は数時間にわたって数回繰り返される。寿命は58年程度と推定されていたが、2010年の研究では平均で68.5年、最大で100年と推定されている。 寿命が非常に長いため、寿命と体サイズの比において、本種は他の両生類から外れた高い値を示す。最初に本種に言及した書物は、ヤネス・バイカルト・バルバソルのザ・グローリー・オブ・ザ・ダッチー・オブ・カルネオラで、妖体のドラゴンとされていた。豪雨が本種を地下水から押し流してくることがあり、ここから地下には巨大なドラゴンが住み、 本種はその容体なのだという民間伝承が生まれた。バルバソルは、このような民間伝承を本種に関する多くの神話と、共にまとめ、本種について、1スパンに届くか届かないかの大きさで、トカゲに似た、短い全虫様の小動物、と書いている。ヨセフス、ニコラウス・ローレンティのスペシメン・メディカム。 エクサバンズシノプシンレプタリウムイメンデータムカムエクスペリメンティスサーカバニンナによるスケッチ最初に生態を入手した研究者はイドリアの博物学者ジョバンニアントニオスコッポリである彼はその標本とイラストを同業者のヨセフスニコラウスローレンティに送ったローレンティは1768年この標本をもとに本書を現在用いられるプロテウスアングイネスの学名で 記載した。18世紀が終わる前に、ウィーン自然史博物館のカール・フランツ・リッター・フォン、シュライバースは、本種の解剖学に関する研究をはじめ、ジグムーンとゾイスから標本を入手した。1801年、シュライバースは、研究成果を、ロンドンの王立協会に発表し、後に、パリでも発表した。すぐに、本種は、世界的に知られて、注目を集めるようになり、 数千個体が採集されて、全世界の研究者や収集家へと送られるようになった。スロベニアでの本種の機能形態学的研究は1980年代に始まり、その20年後には、リュブリャナ大学の生物学部門が、本種の研究を経営するグループの一つとなっている。本種は、フランスのアリエージュ県イングランドのトーキー、ベルギーのナミュール州、 ハンガリーのボルショド・アバウイ・ゼンプレーン県などのホラー穴に導入され研究に用いられた。ドイツのヘルマンス・ヘーレ、イタリアのビチェンツァ剣のホラー穴では本種が現在も生存している。チャールズ・ダーウィンの種の起源において本種は使用されない期間が退化した一例として用いられた。特定のホラー穴環境に適応しているため環境の変化に極端に脆弱である。 カルストの水環境は、すべての汚染に非常に敏感であり、地下水は、工業プロセスに用いられている有機塩素系、殺虫剤、肥料、PCB などの有機汚染物質や水銀、鉛、カドミウムヒ素などの重金属によって汚染される。これらの物質は、環境中に永続するか、ほとんど分解されず、生態に蓄積された場合には毒性を示す。 地下水系の事情作用についてはあまり理解されていない部分が多い。本種は最終化によって違法に捕獲されることがある。本種は EU の生息地指令において付属書2と4に含まれている。付属書2は保護地域を指定することを通して動植物をその生息地とともに良好な保全状態に保つことを意図したもので、その地域は ナトゥーラ2000ネットワークを構成する。付属処方はさらに厳格な保護が必要で、地域社会の関心を集める動植物を定義しており、本種の捕獲は限られた数のみが、地方自治体による厳密な管理の下で許可される。スロベニアでの保護活動は1922年に、他のすべての同血性生物の保護活動とともに始まったが、 これはあまり効果的ではなく、かなりの数の個体が捕獲されて流通していた。1982年には、本種は、取引が禁止される希少な絶滅危惧種のリストに、含められた。スロベニアの欧州連合加盟後は、本種が EU の生息地指令に含まれていることから、これに準ずる枠組みが設定された。スロベニアのレッドリストでは、本種は絶滅危惧とされる。 ポストイナ小乳道を含む本種の生息するホラーナはナトゥーラ2000ネットワークに含まれている。クロアチアでは両生類保護のための法律によって保護されており、採集は研究目的でのみ許可されている。ボスニア・ヘルツェゴビナとモンテネグロでの保全状況は不明である。本種はスロベニアの自然遺産におけるシンボルとなっている。 その発見から300年が経った現在でも、科学者と多くの住民のホラーな環境に対する熱意は強い。ポストイナ小乳洞は、本種やレプトダイルスホーコノワールティなどの珍しい、ホラーな生物が存在することから、凍結生物学の発祥の地の一つであり、スロベニアは、本種のイメージを利用して、ポストイナやスロベニアの他のカルストにおける、 エコツーリズムを推進することに成功している。ポストイナ小乳道のツアーでは、洞結生物学ステーションの周辺で本種の生態展示を行うことで、洞結環境を別の側面から表現している。本種は、スロベニアの獣トラール貨幣に描かれていた。また、1933年に出版された、スロベニア最初の科学雑誌は、 本種の俗名からプロテウスと名付けられた。ありがとうございます。